シリアとの国境に近いトルコのガジアンテップから中継です。はい、トルコ南部ガジアンテップはまもなく土曜日の朝5時を迎えようというところです。こちらでも後藤さん、そして湯川さんに関する新たな情報は入ってきていません。こうした中ですね、中東、アラブのメディアでは、今サウジアラビアのアブドラ国王のニュースに大部分が割かれている状態で、このニュースにこの事件に関してはほとんど報じられてはいません。こうした中ですね、中東のテレビ局アルジャジーラでは、日本のジレンマと題しまして、テロ組織に対して強硬姿勢を求める海外、そして生命第一を求める国内、この双方からの圧力に日本政府がさらされていると伝えるなど、依然事件が高い関心を集めていることがうかがえます。しかしながら、イスラム国から新たな情報や、要求が出てこないという状況に依然変わりはありませんで、依然として、相手の出方を待つのみという緊迫した状況が続いています。